1907から1909年、ニューヨーク北ブラザー島の伝染病院イコールザ、ニューヨークアメリカン1909年6月20日隔離とは、あるものを他と隔てで話すことであり、医療政策としては感染症の防止や、精神障害の治療、危険防止のために隔離が行われることがある。医療政策としての隔離には、医療施設への隔離や自宅への隔離などがある。 感染症の防止を目的とする伝染病床や精神障害の治療を目的とする病床などを特殊病床という。隔離するために設けられる病棟を隔離病棟という。一般病床の場合には基本的に患者個人が病気による苦しみを除去しようとする医師により利用が開始される。これに対して特殊病床は主に社会的目的を第一義に設置されたものである。 そのため、例えばかつて感染症患者が収容された、隔離病者や隔離者などでは治療も満足に実施されず、収容者にとってはむしろ危険が増すものであった。特殊病床は、公衆衛生上、隔離法を取る、有効性が確かであるという前提のもと、患者の発生を把握し、隔離に強制力を整えることができれば、一定の効果を上げることができる。 隔離法は感染症の基準や治療法が明らかでない時代には最も効果的な方法とされていた。一方で特殊病床には社会的目的や手段が変化することで制数を生じるという特徴があり、抗生剤などの医療技術の進歩により隔離法を取る必要がなくなれば人権保障の観点からも特殊病床での対応から一般病床での対応に組み込まれるようになる。 ため特殊病床数は減少する。感染症病床日本では古くから感染症の流行はあったが、1874年に制定された異性でも、イム取り締まりや個長への届け出義務などがあるだけで、公衆衛生政策は明確ではなかった。しかし、1870年代にこれらが大流行したため、明治政府は急性伝染病対策に乗り出した。 1877年、内務省のコレラ病予防法心得で患者の届け出や非病院の設置が定められた。1895年、直例第14号では、府県知事は命令で、非病院、隔離病室、隔離所の費用を市町村に負担させることができると、定めた。1897年、伝染病予防法により、非病院は伝染病院に改められ、 市町村は地方長官の指示に従って、伝染病院、隔離病者、隔離所、または消毒所を設置することとされ、その所経費は市町村の負担とされた。1999年、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により、伝染病院は廃止され、かつての伝染病床は感染症指定医療機関の 隔離病等の感染病病床が担うことになった。精神病床精神科における隔離は治療上、静穏な環境で安静を保つ必要がある場合、自殺の恐れがある場合、他人に危害を加える恐れがある場合、感染症の場合などに行われる。精神科において隔離室への入室手続きは、精神保健福祉法第36条第3項に基づく場合、 第37条に基づく場合、患者本人の申し出による場合の3通りがある。なお、隔離室は保護室と俗称されることがある。感染症対応の個人の隔離を含む公衆衛生対策は一時的には自治体及び州政府が決定権を持つとされており、州法が制定されている。重症急性呼吸器症候群や2019年から2020年の 新型コロナウイルス感染症の拡大に際して、自宅隔離も感染を抑制するものとして、各国で推奨された。シンガポールの感染症法では、重症急性高級器症候群感染者と接触したものに対しては10日間自宅に強制隔離される。ABC 医会周平、病院の正規の理論有比較2010年、241ページ。AB 医会周平、 病院の正規の理論有比学、2010年、240ページ。ABCDEF 以員周平、病院の正規の理論遊比学、2010年24、242ページ。ABCD 平川幸子。研究ノート、日本と米国の公衆衛生緊急事態対応の、比較分析。法政大学公共政策研究科、公共政策資林編集委員会。 2021年3月2日閲覧。奥野勝美。帝国医療と人類学春風社。2006年。17ページ。ありがとうございます。